茨城県、朝ね私栃木県って言っちゃったらしいのよ、うん、茨城県稲敷市のマスコットキャラクター稲敷稲之助くんです。頭にお気に入りのかぼちゃの帽子をかぶっていて、耳は稲穂がトレードマークの犬の妖精です。2017年のゆるキャラグランプリでは5位に入賞することができて、最近はツイッターを精力的に活動してます。ツイッターを精力的に、ね、活動してね即凍結するっていうね、5歳、稲之助くん5歳即凍結されるっていう、ね、そんな感じだけどね、頑張ってるんだもんね。はい、さあ振りみたいな、振りみたいな。はい、じゃあかちゃんのマイクいただいて。はい、ありがとうございます。はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、茨城県稲敷市からやってきました、稲敷稲之助です。稲之助、挨拶してください。本日はよろしくお願いします。本日といってももう最後の方になってきましたけれども、今日雨だったんですけれども、さっき話してたツイッターの件もあって、まあ、3000人、今フォロワー数が2890人ぐらいなんですけど、3000人になったらカッパをちょっと作ってくださいと上司にお願いしてるんで、まだフォローしてない人はぜひフォローしてあげてください、お願いいたします。で、まあ、さっき MC の方もだいぶ紹介していただいたんで、残りの時間どうしようかなと思ったんですけど、稲敷市のこと紹介しながら、稲之助くんのグッズをプレゼントする丸バスクイズでもしようかなと思いまして、本日レアな稲之助のぬいぐるみキーホルダー5個持ってきました。この5個をかけてちょっと、まあ、稲敷市稲之助に関する丸バスクイズしたいと思いますので、今座ってる方立つことってできますかね。皆さん参加される方はぜひ立って参加してください。言って、それが丸だと思ったら丸、丸でやってくださいね。で、バツだと思ったら手の前でバツにして、それで間違った人は座ってください。で、どんどん問題が難しくなっていきます。なんかね、10番目の問題は稲敷市の中華料理屋のクイズなんで、それぐらい落としていくんですけれども、じゃあ1問目からやっていきます。第1問、稲之助くんは過去にゆるキャラグランプリで全国5位になったことはあるかどうか、あるかますか。はい、答えは丸です。2017年全国5位、茨城で1位になりました。なので今丸と挙げてくれた方は正解なので、そのまま立っててください。じゃあこんな調子で第2問、ちょっと難しくなっていきます。稲之助くんの得意なスポーツは野球である、丸か×か。さあどちらだと思いますか。答えは×です。理由は手が短いんですよ、稲之助くん手が短いんで、グローブもバットも、バット持ってもこんなになっちゃうんで。けど最近は足技が得意なので、サッカーを精力的に稲之助くんやってます。ツイッターでよくサッカーのシュートの動画とかもあって見てください。はい、ちょっとこのクイズ書いてきた時、神崎さんとコラボっていうか、そう絡むことは想像しなかったんですけど、稲之助くんの年齢は現在6歳である、丸か×か。これはもうさっき言われてたんで、答え×です。稲敷稲之助くんは2015年、その稲敷市って4つの町と村が合併したんですね。それの10周年を記念して2015年に生まれたゆるキャラなので、現在4歳です。ということで第3問は×です。はい、次、稲敷市の人口は第4問4万人である、丸か×か。もうこれは勘ですね。稲敷市知ってる人ならどちらだと思いますか。4万人。締め切りますね。答えは丸です。稲敷市はただいま4万人です。4万人です。結構すごい数がいるかと思いますけど、1ヶ月にもう80人とか90人減ってってるんで、もう7月8月には3万人台
あ突破っていう言い方ですけどなっちゃうちょっとやばい地域でございます。はい、だいぶ減ってきましたね。第5問、8月24日稲敷市で夏祭り花火大会があるんですけれども、その花火大会の打ち上げ数は1万発である、丸か×か。じゃあどうなんすか。答え、丸です。今参加されてる方何人いますかね。1、2、ちょっと立ってる人いっぱいいてわかんないですけども、2人でいいんですかね。じゃあさっき4万人の時に正解してた人って何人いますかね。その人をさっき4万人で間違った人もう一度立ってもらっていいですか。結構いる、結構いる。じゃあ1万発で正解した人をまずプレゼントいたします。ちょっと前に出てきてもらっていいですか。はい、おめでとうございます。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあ残り3つかけて第6問いきますね。第6問、稲敷市は茨城県の北部にあるか、丸か×か。いますね。答えは×です。今×の人そのまま立ってくださいね。まだ3人じゃないですね。はい、じゃあ第7問、稲敷市に霞ヶ浦っていう湖があるんですけど、霞ヶ浦は日本で2番目に大きい湖である、丸か×か。答えは丸です。霞ヶ浦は2番目で、1番は琵琶湖、3番は北海道の佐渡間港というところで、で2番目のその大きい霞ヶ浦ではシラウオとかワカサギ、淡水魚がよく取れるということです。まあ、こうやってクイズして覚えててください。今何人ぐらい立ってますかね。残り稲之助ぬいぐるみ3つですけど、ちょっと目立つように手を挙げてもらっていいですか。9、8問いきますね。その霞ヶ浦で獲れる魚は鮎が有名である、丸か×か。答えは×です。鮎は1匹もいません。じゃあ今正解してる人もう一度手を挙げてもらっていいですか。 1、2、3、4、5、6、6。じゃあ最後に第9問いきますね。稲敷市長の名前は吉村博文さんである、丸か×か。さあどちらだと思いますか。これはもう身内ネタになってきましたけどちょっと全員丸投げちゃって答え×なんですね答え×で、吉村博文さんは大阪市の市長の名前です。稲敷市市長は筧慎太郎さんという方です。じゃあちょっとさっき今全員間違っちゃったんで、今間違った人でじゃんけん真ん中の方に集まってもらってじゃんけんしてもらっていいですか。3人になるまでじゃんけんお願いします。はいはいはい、集まってください、集まってください。はい、じゃあ僕と稲之助で合図しますんで、せーの、じゃんけんほい。はい、パーの方勝ちですかね。じゃあパーの方でもう一度3人になるまでじゃんけんお願いします。じゃんけんほい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 。あ、グーの方じゃあお願いします。はい、じゃあもう一度じゃんけんお願いします。じゃんけんほい、はい、こうでしょう。はい、おめでとうございます。じゃあこちらの方どうぞ上がってきてください。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、こんな感じで稲敷市の紹介を踏まえつつ、稲敷稲之助くんをこれからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
そして、ね、お客さん全員外れで終わるっていう。まさかまさかね、市長の名前の問題ね、市長の名前って知らねえやつの名前出すと思わないですよね。バスですで、そこ丸だろ普通っていうね、素晴らしいですね。まあそれが稲之助チームです。 いいんです、稲之助が可愛ければそれでいいんです。みんなのえーじゃなくてウソンっていう顔が、いや罰ウソンそういう問題で罰なの初めて見ました。容赦しません。そうですね、そうでなくても知らんがななのに、お客さんにも容赦はしません。いや素晴らしいですね、はい、ね。さあ寂しいですけれども